バリスタの高橋文也です。今回はフレンチプレスで作るキューレイアイスコーヒーのレシピをご紹介いたします。キューレイ式の特徴は何といっても簡単に早く作れることです。今回使用するのはボダムのフレンチプレスコーヒーメーカー 350ml です。フレンチプレスの特徴はこちらのステンレスフィルターによりコーヒーオイルがしっかりと出て滑らかな口当たりが特徴です。ではレシピのご紹介です。今回はこちらのボダムズベストを使います。コーヒーの粉は 20g、 お湯は 120ml です。それでは抽出していきましょう。最初に豆を 20g 量ります。粉の挽き目は粗挽きです。挽き目のサイズはこれくらいです。引いた粉をフレンチプレスに入れて、その後水平にならしていきます。まず最初に半分ほど注ぎます。1斗目を注いだら30秒待ちます。トータルの抽出時間は4分です。 120ml 注いだらマドラーで粉とお湯をしっかりと混ぜて、プランジャーを挿して待ちます。4分経ちましたのでプランジャーを押し下げていきます。グラスには氷をたっぷり入れてそこに注ぎ入れていきます。注ぎ入れたらしっかりと混ぜていただき完成です。キューレのアイスコーヒーはコールドブルーと比べてよりしっかりとした味わいを感じることができます。このようにフレンチプレスを使うとご自宅でも簡単に美味しいアイスコーヒーを入れられます。ぜひ皆さんも作ってみてください。